どうもこんにちは、プチプチです。おはようございます、ひなこです。どうもみんなのアイドル、サンドです。どうもしゅんです。おいひなこ、なんだその姿は。え、誰に話しかけてんの。お前だよ。あー、これこれ、うん、しゅんさんが作ってくれちゃったのね。しゅんさん作ってくれたの、うん、何でも作るなお前は。いや暇すぎて暇すぎてよ暇すぎて、奥さん暇すぎて暇を持って遊ぶ神々の遊びだった。まあ、ってことでね、今日も水上生活カフェやっていきたいと思います。あんにゃ、はい、ということでなんとね、暇なしゅんさんが脱出マップ作ってくれました。はい、イエーイ。まあ、今日はその脱出マップやっていくんですけど、しゅんさんにねさらっと説明してもらいましょう、うん、なんかどんな感じなのか。じゃあとりあえずまず向かいましょう。そこまで、あ、向かいますか。向かいついでに話します。しゅん、やったおい、ひなこ、お前前この試合するなって言ってブチ切れてんだろ。お前個人的な恨みがサンドには募ってるからやっちゃった。やっとけやっとけやっとけ、こんなやつ怖い怖いまあじゃあ早速、じゃあちょっとそこの脱出マップ行っていきましょう。イエーイ。しゅんさんが作る脱出マップとかやばいよね。絶対ハードモードじゃん。うわ、なんかやべえのあれって。おい、しゅん、お前何お前戻してんだよ。サトウキビは本当にマジでよ。え、あ、サトウキビが、あ、おい、ひなこ、やめろよ。ひなこ、え、これ何、これクリーパーじゃん。そう、クリーパー。やば、なんかあれだね、顔色悪いよ。大丈夫。いや、水上クラフトだから水色で作っただけよ。あ、そういうことか。そうだよ、水上クラフトだからだよ。お前知らねえだろ。お前登ればいいのこれ。うん、上に登るとね、なんかね、お口開いてるからその中に入れば OK です。ウィーンウィーン、本当にすごいねこれ。やば、何これ。あった、お前バカおい、サンドサンドいいね。おい、待って、もうなんでここからリスポーンすんの。どこからリスポーンすんの。アスレチックだよえ、待って、やばすぎ。なんか遠くから見るとね、なんか、うん、頭に毛が生えてるこっちどこにいんの。で、今だから遠いとこだよ。どこだよ。やばい、最速グダグダ。あ、いたいた、来た、プッチ、ヤッホー。よし、登ります。チュンさんがクリーパーの何、ゲロほら、よく噴水とかにあるんだよ、バーって。あー、はい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 。しゅんさんがゲロとか言うわけないんじゃん。そうだよ、しゅんさんがゲロなんて言うわけないだろ。すごい。で、なに、これでなに、しゅんさんに閉じ込められたってわけだ、俺たちは。もうすっげーバカすぎでしょあ、なんか急に口悪い、うん、あいつ毒吐き方半端ねえな。ほんとだよ、吐き方半端ねえ。なんだあいつ。じゃあこれ脱出できたらしゅんさんがバカってことでいい。煽るな煽るな。言ってやろうぞ、サンドサンド。早くやるぞお前ら、うるせえな。あ、しゅんさんが見てる。これ割ったら出るんじゃん。もちろんね、割ったらもうほんとちょっと実況者として失格だと思うんですけどね。あ、やめろよ本当にお前ということでね、早速ね、脱出していこうと思います。まずブロックはその騎士、早速ルール破ったやつがいる。まあところどころちょっとね邪魔だよお前、審査映してんのにところどころ謎解きとかあるんで、それを解いていく感じなんですけど、はいはい、ほう、ちょっとね、俺自身これ初めて作ったんで、脱出マップ、ほう、多分ガバがあるかもしれないんで、そこだけは許して。オッケー。サトウキビを入れようとするなお前まあとりあえずじゃあ隙間要素じゃない。うん、もう始まってますよ。始まってんの。始まってんだ。なんかあったよ。ほんと、ほんと、どこにあんの。なんもなかったわ。ちなみに今回ちょっと俺もね、こうやって見てるんで、万が一の場合俺が助けに行きます。ヒント、はい、あった。ほんと、どこにあった。このこの横。あ、ほんとだ、レバーと机の下にでも置け。何してんのしゅんさん。やべえ、しゅんさんが一番危ないとこにいる。あ、おい、しゅんさん危ない危ない、しゅんさんしゅんさん危ない。待って、俺が一番危なかったこれで、とりあえずこの下にレバー置くってことか。はい、おお、何、おお、おお、なんか穴が開いた、クリーパーのお尻の穴みたいなやつ開いた。じゃあ俺下に入れるから上から釣って。ああ、バカ野郎落ちたなんでそのしょうもない結末。頭おかしいんじゃねえよ。相手持ち込むの禁止でやってるんだけど。あ、
なんか書いてある。サンドは砂の上でダンシング、ひなこはピンクから、プチベスさんは青からだって。あ、一個見つけちゃいました。どこにあった？お前早いんだよ何もかも。動画を考えろ。ま、金の延べ棒があるから撮るよ。じゃあこれ、じゃあサンド、じゃあ砂の上でダンシングして。独特。ピンクでダンス。そのダンシング全く関係ないっすね。なんやねんお前。あ、サンドさんに恥をかいてもらいたいからね。いつもやってるし。え、ここに金の目を入れるんじゃなくて。ほんとだ、カーツバル。じゃあやっちゃおうやっちゃおう。じゃあいくぞポチ。で、向こうにもあるんじゃない？同時に入れるとか。 あっちにもある。はい。ん？え、青あるじゃんそこに。どこ？あ、ほんと？鉄の延べ棒もある。あ、分かった。青が鉄の延べ棒で、ピンクの方が金だね。あ、なるほど。で、俺はここでダンシングしてればいいってこと？そういうこと。じゃあ行くぞ。くんに。よーい、スタート。なんか下落ちたよ。何これ？あ！俺のダンスのおかげ。下がってくるのかな。ってことは、やっぱダンシングしながら同時にやるってことか。あ、そういうことね。せーの、せーで。いや、落ちてかないんだけど。待って、これ普通にバグったかもしんね。あれ？もうさ、サトウキビいっぱい持ってるからめっちゃばらまくわ。あ、オッケー。ガシャガシャ言ったくない？おー、痛い痛い。あれ、サンドしかいけないのこれ。こう入れてすぐにこの真ん中に行くっていう仕様なんだけど。オッケー、やろうプッチ。いいよ。開いた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 。え、いけないんだが。まあ次のエリアに来たな。あ、これなんかね、ピストンを使って砂を運ぼう。松明の下の読んでんだよお前。砂を壊して運んだら動画的に面白くなくなるよって。やばい、うちらのこと分かりきっている。じゃあこれさ、あのね、前さピストンかの脱出ってやつをさやったからさ、うん、で結構ね、もうね分かってきたよ。こうで、これもこっちじゃない？いった！もう一回押してみ。あ、積んだ説。おお、いい。オッケーオッケーオッケー。で、後ろのやつもあにゃあにゃ。で、これじゃない？これ前に何くらいのかな。これどうなの？これ無理じゃない？わかった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 。これこれこれを出して、このボタンを押すんで、一回そこ出して。あ、ほんとだほんとだ。やって、あ、はいはいはい、大丈夫。これで、これで引くじゃない？なるほどなるほど。で、積んだくね？え、積んだる、これ。これね、俺が想像してるね、ルートと全然違えわ。あ、あ、あ、なんかこんなとこに砂が出現した。あ、あ、すごい。行くぞ、ほい。お。あ、で、これでこうだ。こうじゃん。あー、そういうことか。すごい。なるほどね。お、なんか次のエリアだ。スライムピストン、石ボタン、グローストーン、青色の羊毛プラス、この黒いやつ。早くね、なんか中二病みたいなこと書いてあるよ。何？光が全て消えた時、開かれる。おい、中二病しゅん。本当にそうなるよ。何？意味が分かんない。どういうこと？え、何これ、やだ、数字並んでる。数字嫌いなんだよね。なんかいっぱい並んでるね。まあ一桁目、二桁目、三桁目ってあるんですけど、正しい数字入れるとまあ消えるんですよ、光が。おお。で、全部消えた時に開かれるんですけど、実はこれチャンス5回までですね。いい。まずはちょっと考えてやりましょう。スライムピストン、石ボタン、グローストーン、青色の羊毛、どういうこと？いや、文字数はさすがにないかもな、さっき俺が言ったけど。もう、でもやってみる、一回。いや、一回やるのはマジでやめよう。ゴミだお前。でも一回やってみていいんじゃない？で、一桁目 8？ じゃあ8でやってみるよ。じゃあ、うん、8。はい。何も起きねえじゃねえかよ、おい。なんで8でやったの、そして。だって今、8文字って言わなかった？なんだな、頭の中はどうなってる。え、スライムピストンの8文字。いや、プラス火薬なんだから、せめて11になるじゃん。そうだよ。お前。ちなみにヒントは、グローストーンとか青色の芋ってあんじゃん、うん、部屋の中見渡し、見1個前の部屋も見るといいかもね。あ、やっぱ部屋見るんでいいのか。だからほら、スライムピストンの数。あ、うん、そういうこと。スライムピストンが12個。うん、スライムピストンと石ボタンとグローストーンと羊毛の数の合計プラス
火薬で3桁の数字になるんじゃない？え、3桁までいく？あ、じゃあ最初ゼロじゃない？数えてからやろうよ。いいじゃん、数えれば。まる数える前にチャレンジしちゃうの、キリラは。ゼロのことは多分ないし。え、でもゼロやる？そんなの。やるでしょ。やるやる。やるか。これで、これでゼロだったら、ひねちゃんブクブクにしようぜ。そう、ブクブクでブクブク。赤っ端、赤っ端。赤っ端。じゃあ、ゼロ、置くぜ、じゃあ。ああ、行け行け。行くぜ、ゼロ。はごめんね、ひなこちゃん。あー、てめえ、これか。ねえ、チュンさんがエッチって書いてる、見て見て。くだらねえな、お前ら。じゃあ待って、62プラス火薬 63？ え？だってさ、この1個だけのために火薬ポンって置かなくね、普通。このさ、金床は意味ないっすね。なんなんだよ、これ。ヒント。いや、でもね、その火薬はね、めっちゃ大事ってか、もうこれがないと脱出できないぐらい本当重要なやつ。それヒントなのか、それは。とりあえず火薬取ってみたけど何かわかるかな。あ、いや、火薬は取んない。怒られてやんな。火薬、火薬、火薬。何何言ってんの、何言ってんの。私バカな頭の中ってわかんないや。ボテクリこかす。数数えるとこまでは合ってる。うん、うん、大丈夫。火薬の文字を崩しましょう。カヤックバカかお前。いや、その実際に俺そのカヤックを聞いてね、おって思ったんだよね。ほら、え、俺天才だもん。ほら、そういうことだって。粉ピエールさん、ピエール。カヤックってなんだ。カヤック、カヤックを崩すってどういうことだ。カヤック。あれ、やっぱ憑依されてる。一緒だった。一緒だったんだけど、頭の中。カってさ、変換するとね、こうやって出るんだよね。どういう変換の仕方だよ。本当だよ。さっき入れたとこあったじゃん、うん、1列のところ、うん、そこが一桁目だった。じゃあここ1か2じゃない。うん、ここが1か2か。うわー、しゅんさんポンコツ。そこ言わせちゃった。はい。あー、あ、消えた。消えた。58プラス98 89か。147。47やってみるか。やってみよう。4。はい。あ、お、じゃあ7。これは行くんじゃね。あ、びっくりした。大事なところで。はい。あ、来た。やっと開いた。やっとだ。難しかった。出れないんだけど。これこうやって行くんじゃなくて。あ、そうやって行く感じ。なんで急にアスイチック入れんだよ。もうちょっとめんどくさくなっちゃって。やめろよお前。制作事情。そう、最後忘れて終わりよ。あれあった。おい、やだそれ。いった。なんで最後に。おい、来た。おい。なにそれ、どうやって行くの。何も押さないの。オッケー。で、やったー。こっち、やった。あえ、あ、沈んでくよ。脱出おめでとうって書いてある。意外としょうもなかったな。嘘つけよお前。だいぶ大変だっただろお前。というわけで皆さんご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。いや、だいぶ難しかったな、脱出マップ。難しかった。まあとりあえず痛いね。痛い。何してんのお前ら。あー、ひなこ、ん、お前やってよな、お前。痛い。やめろってお前。危ない。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。はい、また次回お会いしましょう。またよろしく。お前様。